こと見たことないもの大好き楽しい来い来い悲しい時は笑って寂しい時は声出して雨はいつまでも続かないどちゃ降りも楽しもう踏み出そう嘘の高い山ほど絶景が待ってから遠回りの道を険しい陰にはありえなかったこと出会わなかった人これなんか話した方がいいやつ。なんか全然ライトで観客が見えない顔が。なんかここで聞いときたかったことなんだけど、俺全然とんがりなイベント参加してなくて認識されてんのかなっていう。一回戦キャラモスと言います。雑か。なんか喋った方がいいやつ。自己紹介します。1回生のわらびです。やったー、こんにちは。ありがとうございます。最近会ったことなんですけど、これ話していいやつですか。なんかちょっと下ネタチックになっちゃうんですけど、なんか一日うんこしない日ってあるじゃないですか。で、久々起こった出来事なんですけど、はい。でなんかあお腹痛いなってなって、なんか10時ぐらいに地元帰ってきたんですよ。ほんで、うんこしたいな、あ、茨城です。はい。そんで、うんこやろうって駅まで行ったんですけど、駅でうんこできなくて、で家でうんこしよう思って10分で家着くんで、ほんでなんかうんこの時間を先延ばしにするときっておならしたら大丈夫じゃないですか。おならしたらブリッえっと思って、まあ、出なかったんですけど、そのまま家帰ってやばいっつってバー走っていって、リュックバーンと下ろしてうんこしたらバーンと思ったら正面機の方まで開けてもうて、でお尻埋まったんですよ。で何やねんと思ってバーンって閉めて、もう部屋ってブッてブリッてしてフーッと思って立ったらうんこペチャッてついてて、何やろと思ったら蓋の上にうんこしたんですよ。うんここれ漏らしたやんってなりません。あ、ちょっと滑りました、すいません。汚い、朝一汚い、朝一汚い。ありがとうございます。早い、お尻拭いて。汚い、はい、こんな汚い、はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。ドラムの子は自己紹介いいそうなんで、もう2曲目いっちゃいます。誰あ、ドラムの1回戦の千秋です。じゃあ2曲目いきますか。ありがとうございました。